1998年の阪神タイガースでは、1998年の阪神タイガースにおける動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、3回目の吉田義を、監督体制の2年目のシーズンである。前年3年ぶりに再開を脱出したチームは、主力選手の関川光一と、久慈てる吉をトレードで放出し、代わって中日の2番手保守だった。 矢野照弘と主砲の大砲や巣脇を獲得。さらに、首位打者経験者で、中日の4番を打ったアロンゾ・パウエルを獲得するなど、打撃陣の強化した。そして迎えた、開幕戦、横浜との初戦は1番の和田豊が、ヒットで出塁するも続く2番の日山慎次郎が、閉殺に倒れ後続の打者は、横浜先発。 河村上部に試合終了まで一人も出塁できず、完封負け、続くに、3戦目も落として、開幕3連敗。期待された打線は、遺跡組の大砲、パウエル、新外国人、デーブ・ハンセン、新城・ツヨシ、ヒまでクリーンアップを形成したが揃って、打率2割半ばから前半に終始した。パウエルは、膝の故障の影響から6月以降は、 新人の坪井智也にスタメンを譲ることが多くなり、シーズン途中で対談。チームは5月から6月にかけ、本拠地、甲子園球場で、球団新記録の12連敗を喫し、6月後半には、自力優勝が消滅。8月の市のロード中には、球団新記録の12連敗を喫するなど黒星が、先行した。打撃陣は、チームの打率、本塁打数、得点、打点。 投塁数が、投手陣は、飛安打数、脱三振数、予死球数が、守備面で、失策数、投塁阻止率が、リーグ再開で、打撃陣の支球数や併殺打数、投手陣の防御率、予死球数、失点、自責点が、リーグ5位など苦しいシーズンであった。広島には勝ち越して、全球団負け越しこそ免れたものの2年ぶりの、再開で、 吉田義尾監督と、和江周平ヘッドコーチは、成績不振の責任を取り辞任した。公認監督には、安藤元親田淵光一などの名前が上がり一時は、安藤新監督就任説が出るが、新監督には、本年度まで、同一リーグ他球団のヤクルトの監督を務めた、野村克也を招聘し、チームの再構築に着手することになる。本説では、 前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手、育成選手の登録、抹消について記述する。なお、抹消の挙手は、球団職員または、スポーツ関係、芸能関係の職業に転身した場合や亡くなった場合のみを記載し、空欄は前日以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。また、対談区分は自由契約。 任意引退、詳細不明である場合については、記載しない。本節では、本シーズン開幕から本シーズン終了までの入り対談について記述する。入団対談、ありがとうございます。